ごちそうさまですごちそうさまですさあまあこのいろいろねあのどれ見ようという話もしてきましたけどはいはいそうですねもうそろ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 ですよ打ち止めですよもうないなくなっちゃいましたねこれもう話すまあまあまあはいまだまだちょっとねまだちょっとありますけどねありますかねありますありますまあもうこれでもね言うてるうちにあの ななくっちゃいますけどあ言うてるうちにねそれはそうですよだいぶ遅いですからねやってると同じこと言うほどここにしがみつかなあかんのかな早く紹介ということで今回はこちらです「海に眠るダイヤモンド」という日曜劇場これはでももうキャストといいスタッフといいすごいですね。 すごいっすこれねめっちゃくちゃ僕は何か分かってないっすねこれめっちゃくちゃ何か分からんなこれいやでもこれは本当にあらすじ以外はもう完璧じゃないですかあまあそうですかねえっと何が完璧ですかいやこの出演者の素晴らしい出演者たちそしてねのスタッフさん スタッフやばいよねこれあのやばいじゃないですか全部これまでの作品見てるとあもうこれ確実に面白いやんって思るうのはいでだからこれ見てめっちゃ心掴まれて見てめっちゃ何かわからんのよねこれラスジがな <laughs> 中身だけがわからんよね <laughs> 中身がわからん本当にねあのー、素晴らしいですよ他 確かにスタッフとか相関図見れてもすんだよねこういうのめっちゃワクワクするんですよ。70年現代と昔の相関図があるやつはもうワクワクするんですうで同じ顔のやついるじゃない。いる神木隆之介これワクワクする条件のもうめちゃくちゃ王道ど真ん中に来てて。 何か全然わからへんのよね。この主人公が何なのかっていうところがね。<laughs> でも、こういうその2つの時代のこうリンクみたいなの。って、はい、あの、はい、あらすじを見たらだ大体あそっちの感じかとか。なんとなく分かったですね。sf なのかどうかみたいなそうですね。ね sf とかでね。うん、あの安心できたらいいですよ。うんうん、<laughs> なんで sf で安心するんや。もう <laughs> sf やったら sf で分かって安心できたらいいよ。 そうですよね。ははいい。なのでちょっとあのまあ一旦ねこれあのわからない人もいると思うんでちょっとあなたもちょっと分かってないよなんで一旦ちょっと簡単なあらすじだけちょっとお願いしますちょっと聞けばわかるかもしれないもですね。 ドラマ自体が要はまあ昭和の高度経済成長の時代ですよね。この55年という1900、はい、と今こ現代、はい、現代でも2018年かな。まあ、はい、えっとこの二つを結ぶ壮大な物語ですとはなっております。うん、<laughs> 結ぶんですね。<laughs> そう結ぶ壮大な物語となっております。で、はい、まあこれだけ聞いてもねちょっとわからない方いらっしゃると思うんで。で,、ね、で気になる中身なんですけどはい、はい、これねはい、はい、まずは現代からなんですよ。スタートはな。 で現代のこのえと主人公ホストの主人公ですよね上木隆之,之介さん演じる、ね、レオかなはいがまずはホストをやっているとわかりますここ大丈夫大丈夫よそれはもう <laughs> こんな見た目通りやん金髪でチャラチャラしてさホストってさで全然大丈夫よそう大丈夫ですかで、はい、出会ったばかりのちょっと怪しいあの客というか、はいはいはい 突然プロポーズされるんですすよねね怪し人でその人がただホストクラブに連れてくわけですよホストホストやからねほんならめっちゃ大金使ってくると「こりゃええぞ」と「こりゃ A f と客やで」と言ってるわけですよ礼を返たらねでその泉に誘われて長崎に行くんですよね まあふと客やからそういうことも起きるってことさすがふと客やな。ふと客ですよ、それは逃がしたくないからね、レオも。そうですよ。で、えっと橋間がだんだん近づいてくるんですけど、はいはいはいというところで、えっとこの1955年なんですよ。一方ね、はいはい。一方、その1995年こっちはもうなんと鉄平ですよ。何を隠そう。

ペイ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 というね CM でやるなよ p a y p という鉄平ですよねはいはいここは間違いないんですよでこの鉄平はねこの羽島一回出てて島の外に大学までは卒業した後またこう戻ってきたわけですよここにそう羽島取り仕切ろうとそうそう炭鉱業ね取り仕切っていくよっていうところでねでまあこの 幼なじみの人たちとも一緒に帰ってきたわけですけどここでねまあまあよく帰ってきたぞと言ってる中ただ親父の一平だけは怒ってるわけですよこれもう平にそうですよおううんらしいっすねらしいよねねってるかままままああああそう そこはねいろいろあるでしょうけどそれは怒りますよそれはいはいうんてっぺい一平もねてっぺいわけわからへんわっつってねわけわからへんわっ言ってまあまあ怒ってるんかな怒ってわかんないけどねでただそんな時にこの謎の大きい美女がねはいリナはいはい池田さん演じるねリナが何ですか い一平がに怒ってるが怒ってるなっぺいが怒られてるな。で、そんなときに謎多き美女、リナが、あの、こう、降り立つというか、もう、登場するわけですよ、謎多きリナがね。何しに来たんや。歌手ですよ、歌手や。歌手かよ、そうか、一平がてっぺいに怒ってるときに、何しに来たんや。謎多き歌手のリナが来るわけですよ。あああ。ねああ。 ではい、はい、これはいわゆる高度経済成長期の橋島とああまあ現代ちょっと閉塞感のねああ <laughs> 漂う東京のこのこの2つの時を超えたこう若者たちの物語が今幕を開けるんじゃ何が起こるんやこれっていうね、ま、ドラマにはなってるわけですよ全、ま、くわかりまへんなこれ何が起こるんかが。マジで <laughs> 何なのかが全く分かりまへんわこれ,これあらすじ書く意味あんのかな <laughs> もうビバンみたいにしてくれもう, <laughs> もうあらすじとかも書かないもう何もないっていうもう分からんわ分からんもんなビバンの方が分,かる分からんもんなまあまあまあ、うん、そうかもしらんねまあ見たら分かるんでしょうこれも見たら分かるんでしょうかね まあでもまあ、昔は昔で見たら、まあ、なんとなくまあそんな感じなんかなみたいな、まあ、だから謎多き美女が降り立つところまでは分かりますよ怒られている理由とかもなんとなくねでも謎多き美女が降り立ったところでみたいな感じがもう全然分からへんなほ、うんで謎多き美女がこのホストクラブにやってきた、えっとうん、宮本信子さん演じるってことでもなさそうやしな名前が違うし <laughs> 泉やからうん,うんいやもう分からんのよねこれは本当に。 まあそうかまあだからそのただ若者がっていうところはねあのまあ共通してるところなのでねうんまあ若者がそういじゃないですかねまあ結構な年齢やろうけどなもう今生きてたいやまあでも当時の若者そして今の若者はいはいやっぱ若者ですからね時代をこうあの進めていくのはうん うん、まあそれはそうですよ。なんか。うん。んさん出るやん。出ないなん,若若者んやい出るよ、出るよ。若者のドラマにも若者じゃない人、めっちゃ必要やねんが、<laughs> 出るよ。めっちゃめちゃ必要やから、若者じゃない人。うん、若者じゃない人が若者を引き立ててくれるわけやから、若者のドラマは。<laughs> 引き立てるためには出ないよ 引き立つよでも若者じゃない若者がそうかないいんじゃないだか佐向さんはすごくそううんそうそう若者のドラマなんですねまあでもいや我々なんかはでもどう見たらいいか困るなちょっとなそれで言うとそうだねまあ確かに困るよねいや中年の見方でしょ普通日曜劇場っつったら そんななこといし別に日曜劇場は大体の中年のみ方やっていう感じやねんからさヒット作はそういうのもあったけどさ結構いやそんなんばっかりでしょヒット作は中年が主人公ばっかりでしょあっかりってことではないけどさまあまあ若い人20代とかもありましたからまあまあありましたけど見た中にもありましたけどそうか基本的にはって感じやけどそうかなえらい変わったもんですな ただげそ現代は現代でねその最初の導入だけでなく、うん、割となんかこう話が進みそうな感じがあるからだからそ,の、うん、そこら辺がどうしていくのかなっていうヨシさんもね出るということでいうとそうですヨ、ね、シさんも出るっていうことですからねこれそうなんですよね結構現代は現代で割とあと相関図上に人が多いからあのしっかりと物語ある感じがするんですよね。でも うん、と一話はなんかめっちゃ過去の方の端間の方がめっちゃ描かれそうじゃないですかそうやねうんそうやねなんなんやろ豆メも出るもんねい豆1はねはい。 はらせえねはいはい別の名をはらせえねってはらでは言わないよみいは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 い結構注目ではあるんですけどねやっぱりそうですねはいはいまあまあまあスンドゥブのドゥブの方ねはああ懐かしいですねはいそうですねもう出ますもんねまあ若者としてまあ出るにはふさわしいんじゃないですかまあそうですね作考さんよりはねね でもなんかあれやなふさわしいですね佐藤さんよりねなんかこうでも悩んでそうやなだいぶな豆一もせいやねそうやな役名せいやねせいやもだいぶ悩んでそうじゃないですか、うん、まあそう浪人してるからなそ,もそ,もそうよ、うん、してる役員のさ、うん、ね役員のなんかちょっとその権力権力者の息子で浪人生はなかなかつらいんじゃない、うん、<laughs> どうなんですかね<あ>ちっちゃい会社かもしれんけどね かない,やこれいや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  <laughs> 佐藤さんがグラさんかけて秘書やねんからさ、ええ、これはでかい会社じゃないと <laughs> そうで、ね、す <laughs> はい,<え>こ,いやこのメンツ見てよこの4人でさなんかこのちょっとゴージャスな感じの美穂潤さんの感じ出しといてさちっちゃい会社はないってこれちっちゃい会社わびしすぎるって背伸びすなみんな <laughs> <laughs> ちっちゃい町工場でこの感じやったら<ー> <laughs> そうかんず見たわろてまうよそれはちょっとまあ分かんないですもんねでもねでも、まあ、かんない。うんそうはね泉の会社かもしれんもんね、うん、それ言ったらね泉の会社 ああそうかそうかはいはい謎の夫人ねだって泉はまあお金持ちっていうことでもありますもんねそうやろうね多分はいはい確かにねほんで役員役員秘書と来て謎の夫人確かにあのあれやな社長かもしれない何も肩書きないもんな社長とかこれでかい会社社社長代表取締役株式会社書かれてないから泉確かに泉の会社ちゃん小さい会社でさらに社長いないんやからとでもない ほんでこの美女やったらとんでもない背伸びっぷりよみんななんやそれ美女が立派すぎるよちょっと皆さんやとしたらはいそうですねまあちっちゃい会社やとしたら浪人生のせいやは悩まずに休むやろうけどねなんとなくねちっちゃい会社の役員のおじさんの息子やったとしたらまあちょっとねなんかこう多めに見てくれそうですもんねそうですねまあでも 過去の方もすごいしね、すごい、すごいラインナップですもんね。そうですね、はい。うん、いや、豪華よ、過去。そうですよ。はい。終演クラスが結構ね、うじゃうじゃして,るしいてますもんね、うんはい。しめいてますね、過去。な、うん、なかなか 過去メインかやっぱり過去メインでしょ過去メインでしょこれはそうやなちょっと過去の方が重いんじゃないそうやなそうやなちょっと現代の方がちょっと分が悪い感じはするなこれいや現代だけでもドラマとしてはさ全然いいねんけどめっちゃいい全然ありますしめちゃくちゃいいねんけどこの過去見たらちょっとその重さがちょっとやばいなそうですね <笑><笑>日曜劇場の面構えしてやがる <laughs> そうですねすごいですよね、はい、そうですね一平の名に恥じない貫禄、ねうんね、新平の何に恥じない存在感鉄、うん、平の何に恥じない主人公感、うん、これはもう皆さんね <laughs>、うん、あのペイの名を継ぐ者たちですよペイの意思をまあでも現代にこヒントはないんかなペイが隠れてない、まあ、ペイ 豆原一平じゃなかったっけ違うよ豆原一平じゃないよはい豆原一平じゃないもんねはいはいせいせいでもないねそうやなせいはいないかこれああのいやあほんまやなあの唯一あの佐向よしさんだけ下の名前書いてないなあでもそうかそうかあとは沢賀屋が名字になるんか沢田鉄平ちゃうかもしかして やもないことはないからな。澤 <laughs> 田新平が澤田鉄平ちゃうかもしかして。うん,うんでも逆にこれ年齢<は>、うん,うん70年やで。うん、90代 <laughs> 90やとしたら <laughs> ちょっとかっこよすぎるな <laughs>。大学卒業して帰ってきてるから鉄平は<ー>もうその時点で22はいってるわけじゃないですか。<ー>23とか、ね、はいはいはい。そ,ね、そんなどんなに若くても93になっちゃうから。 なるほどほんまに違うんちゃう違うね澤田はちょっと違うねさすがに違うやろじゃあやっぱこの現代にペイは潜んでなさそうやなそういう潜んでないんじゃない潜んでないねじゃあそれでレオがどういう関わりなのかってことだね結局はペイの何なのかっていうことだよねそう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 ペイと血のつながりはあるのかどうかっていうところもちょっと気になるところですよねこんだけ似てるとねそうやねだからもしかしたら文字とかをこう組み合わせたら「へい」に変身するのか さレオの「王の「王っていう字とかがさこうくるくるくるって回ってレイもそう分解されててっぺいに変わるのかもしれない大丈夫よ別にそこまでありくどいことしなくてもそんなにてっぺいにこだわらなくてもつながりさえなたら大丈夫よ同じ人だもんそうか役者が気になるよそれはこれ全然違う人やったら気にならんけどさ別にはいはいはいうんまあね うん、同じでよかつながりはそらあるんやろうけどねそうでしょうそれははいはいはいギリッギリで一人 <laughs> いや一人誰もあの誰もオフ,あのオファー取れなかったんですっつってはい,はい。カミキさんってならないです別に一役1役 <laughs> <laughs> 一人二役でお願いします <laughs> っていうことじゃないイメージが合うんですよっていうことじゃないですね <laughs>、うん、そうねいやもうペイをどうにか探そうとして ホストクラムはヘビンズ・ジェイルの名前も調べましたけどジェイルはジェイルがって思ったけどジェイルは刑務所でしたねこれが刑務所やったのねあのまた違ったんですけど刑務所でした天国の刑務所っていう名前でしたああなるほどねはい天国の刑務所刑務所やったらじゃなくて天国の刑務所でしたね刑務所ね刑務所の方そう だから、平和は高そうやけどな。<laughs> 平和は高そうやな。うん、そうやね。いや、そうなってくると、もう、まあ、この鉄の平和を、うん、登れる者は、<laughs> いるか <laughs> この、うん、ヘブンズ・ジェイルの鉄の平和、うん、っていうことか。 じゃあもう徹底になってくるねそうはね手挙げるかもしれんもんねそうねまあまあ無理やりね、うん、ちょっとつなげるとヘブンズ・ジェイルにペイが隠されてたかなって感じがしますけどなるほどなはいそれはあ,ちょっとあるかもしれないね、うん、それはあるかもねちょっとね、うん、まあそれは今一番ペイが隠されてるところでいうと有力なのかなはい まあまあ、今ちょっとない中では今一番有力になるよね消去法でいうとねまあない中でこう薄い可能性の話してるじゃないですか今ってそうですねこれだから分からんからなんですよね何がなんやかっていうところが。

いやこれねあのめっちゃのハードル上がるってこの出演者とこのい<や>あのスタッフと出演者ねスタッフと出演者でこれ上がるってこのワクワク,ワクワクも上がるかそうか,、うん、そうかでも何もしないんとパッとつけるっていう感じで言うとねなんかね、うん、えっと聞いたことあったイメージしやすい物語の方が実はハードル上がるんじゃないかなと思ったんですけどね。 僕なんか意外とこのやろうな海に眠るダイヤモンドに関してはいや実はめっちゃ見たいとは思ってないんですよ、今の時点で個人的には。でも見る,見るんでしょうけどなんかでもこの入り方が一番なんか結局、楽しみになっちゃうっていうパターンな気がしてるんですよねあの経験則でいうとビバンビバンなんですけどビバンの時ものんかもめっちゃ楽しみでは見てなかったんですよ、1話目とか。 そうですそうですうですごいなーっていうキャストすごいなーとか思って、うんうん、でえー、っとまあ見てみるかって言ってなんか前情報あんまなんかよくわからんもんやしないもんやからでもどんどん見ていくうちにのめり込んでいってっていう感覚なったから、うん、これちょっとその似てるけどなと思ってその時の感じといや結局さあのーうん、どっちかって言ったらさ、うん、これ例えばさえっ、ー、と まあこの同じスタッフで、あの出演者がさ、例えばさ、全員聞いたことない人たちだったとしたってさ、はいはい、多分面白いと思うんですよ。はいはいそうそうだと思うんですよ僕は。はい、スタッフが結局そうこの脚本プロデュース演出まあ他もの方もでしょうけど、こんなな名だたる人たちで外すことないと思うんですよね。はいはい、あ、そうですね。そう。 だからもう面白いでしょこれ面白いですよねいや期待値は結構高い期待値はもう高いからもうだからハードルももう一番上上上の隙間ないですよもうそうですかいやもと超えられへんやそれ超えられへん抜けたらもう超えられへんわもうこれ天井壊すあいつ無理無理だからもうハードルはこれ超えれないです石頭しか無理やない頭しか無理やないか石壊す天井壊す頭から突っ込むジャンプ力そうですね天井がある限り無理ですよ そそれこ鉄平や鉄平頭やそれはいやおだいぶ近づいてきたな多分これはああ <laughs> そうやなこれだいぶ近づいてきたんちゃうか、うん、この話のね真相のとこ,こ石頭で鉄平っ,ってどういうことな言うてないの別に石頭とは <laughs> 石言うてるし鉄じゃないしさ石瓶 <laughs> 石は出てきてないよ <laughs> 出てきてないよ、うん、ほんまやな まあまあちょっとね、まあ、無理やりなところはちょっとありますがまあ鉄平イコール石頭というのはう、ね、まあ私の見解ですよ、うん、それはなるほどねはいそれこそ鉄平ができる技かなと思ってるよね泉泉の E が1なんかなん泉の E が 1?

ああそうですね。いや、これ何なんっていう話ですもん、ねうん、何なんってなるのこれも本当にああ。そうですね。でもこの結婚しないとかいう訳の分からん始まりが、うんえとあ、そういうことやったのねっていうのことにちょっとなっていくんでしょうね。ねそりゃそうでしょうこれ。朝、ね、から悩み終わったらびっくりする。<laughs> あいつ訳分かんなかったよな。い <laughs> <laughs> リーテラーじゃないやからさ。そうですね。うん、<laughs> そうにはならんで。まあだからそれがなんか。うん だから出、えっと、らしが増何なんっていうことがめっちゃいっぱいあるから、まあ、あのまあでも面白そうそ説明を見てる限り泉は、まあ、謎多き行動で物語を書き回していくらしいですよねあ,あ,あ,あそうですかうん、まあ、書き回されてはいますけどね今もうすでにねだから結婚しないで橋間に連れて行ってるわけやから、うん、で、うん、えっとたどり着く前に物語を <laughs> めちゃくちゃ戻すわけやからだいぶ先は見出してるわけではないやろ別に <laughs> めちゃくちゃかき乱されてますよ視聴者がやってるわけじゃないでしょうけどそうそう泉がそれをやってたらやってる風な、うん、あなドラマになってたらめっちゃ見にくいよストーリーテラーよもう泉そううタモリさんみたいなスタンス取られたらめちゃくちゃ見にくいよこのドラマ泉一人でピンスポで説明してわかりにくいでしょう、えー、そうですねうん キュウリ・ハシマに連れてこられたレよさて過去はどうなるでしょう見づらいね見づらいよめちゃくちゃ見づらいね泉が一人でやりだしたらまあまあはいまあそうではないことを祈りますよそうですねいや楽しみですね楽しみですね大好きですよはいねえさだまさしさんが好きマさだまさしさんも好きですし好きな人多いですよねさだめさしさんがねあの。 いいですねってこれだから音楽がないですんねそうですねはい相談役ですかなんか合うな似合うというかそうですねはいめっちゃ相談そうですねみんな似合ってます澤田以外似合ってるよ俺もうほに澤田も似合ってるよ新境地じゃないこれ澤田さんでもさやね佐藤さん いや新境地じゃないんやろでもこんだけ役者人生長いんやから別に <laughs> これやったことあるやろ佐藤さん絶対この感じも <laughs> 俺らが知ってる佐藤さんがたまたまあれなだ,だけや <laughs> 分かってるよ <laughs> 息子ずっと探してる落ち着きないお父さんなだけや最初知ったのはなそうやったか最愛の時はね、はい、うん 確かにそうねまあまあ皆さん似合っててですけどどのドラマで見てもこの人が立ちふさがるからなえっとどう佐こさ言ってるんや佐向さんのことねそうそういろんなこれそれからさそれ以降どのドラマ出ても出てくるからねそうですね前からけど好きなドラマに佐向ありですよ 名作にサコーありと言って嫌いなドラマにもサコありですよ。あったっけそんなことなかった気するけど、そうやったっけそうですか。そうですか。まあまあ分からんけど、まあまあ全部ね、サコーさんの出演作全部見返さな、思い出されへんわ。まあそうですね、確かにね。はい。そうす難しいですね。いや難しいですよ。いや難しいですね。はい。難しいですね。はい。 佐藤さんはまあそうですねでも結構ね前から1988年から映画出てたんですねああそうなんですねうん上海バンスキングにね出てましたよあ知ってるんですかああ知らないです知らないです何やねんそれ何でもないですけどはいはいそうですねいや確かにね ウィキペディアの情報なんですけどね「上海バンスキング」に1988年に出てて次の作品が「埋もれギという2005年の作品ですねうんなるほど17年ああそうかそうかそうかうんそうい。うんいやもうその間にも出てたんやろうけどそもそも三モさんのあのなんだろう きっかけというか、うん、上海バンスキングを見て感動して劇団に入ったらしいですよ。うんうん、<laughs> 見た、れこれ見ちゃう。この 出てる。これなんやねん、これ、まあまあウィキの情報すもんね。ウィキ、ウィキペディアの情報ですから、あの僕が今見てたのは。そうですか、そうですか。あ、そうか。上海パンスキングを見て。見てかいな。でも、ウィキでは出てになってるよ。もう、よかったな、佐高さん、これ。ウィキの方。 見てかいな見て感動してそうかいな出てってなってるけどでも見てか見てから17年後に映画出演がかなったってことやねそうよそういうことね一つねまた佐藤さんに詳しくなったし今後ねこのドラマを見るにあたって佐藤さんにもまたさらに詳しくなれることを願ってますよ私はそうですか まあでも楽しみですね、このドラマね、本当に。いや、本当に本当に。そうですね、期待値だけ、何か分からない期待値だけ高い、このドラマ。そうですね、楽しみし楽に見ていきましょう。はいということで、ごちそうさまでした。